シュイーバイーババ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 バイーダンジュ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 ンアラビー手遅れなんだよもうね壊れてるとかいうそういうレベルじゃないのよ壊れすぎてなあ見てるみんなよ早くこっち側へ来ないかい、それじゃあ本編入っていきましょうどうもコアレキングです今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか今日のトロールコーストロングレベルということで違うレベルっていうことなんかなでサムネの左の絵があるじゃんあれって何なんだろうねキツネかピエロか多分どっちかだと思うんだけどそれ気になって気になって昨日の夜から爆睡してたねそれじゃあ早速やっていきますかクリア率は 0.00% そんで最近ワゴンさんのコースばっかりやってるからバグがないと物足りない体になっちゃってるどうしてくれんのよこうなってしまった僕の体をさそんで見てるみんなからもバグないのか物足りないなって思われちゃったらどうすんのよ責任取ってよねワゴンさん見てるかいワゴンさん見てるわけねえかじゃあ一旦このハテナはコインか右下の30コイン怪しいなその前に土管があるということがまず怪しい一旦入っててみようかいやまだここから右を出発すれば開幕入れないでも読みは悪くなかったんじゃないこの土管に入れるんじゃないかなっていうさ読みが悪かったから引っかかってんだよ右のブロックは開けないかということはこのハテナブロックを叩いた瞬間左を出発する必要があるもう分かればこっちのモンスターハテナブロックを叩いて何もしない魚1回目の魚を出すそして2回目の魚が出てくるときに左オッケーこれで先に進めるんだね今日バグとかない感じなんかなちょっと寂しい気持ちもあるのそしてハテナブロック何をしてくるバネも何もするなこれよこれこれを待ってたんだよ僕はやっぱりワゴンさんは期待を裏切らないみたいだねいやバグがあるって分かった時点でガゼンテンションが上がってきたわじゃあパンを投げて一緒に倒していくあこのワンワン降りてこないんだなじゃあハテナブロック叩いていいなんか土管入れそうなところがあないなじゃあハテナブロック叩くしかないかこれ上にバーとかないかな素直にドアに入らせてくれるでなかなか調子がいいんじゃない今日ロングレベル違うレベルっていうことかなえこれ行き止まりえなんか右にヒント書いてんだろうな遅いだもうちょっと早く進んでくれてもいいんだぞCODE コードえコードって何コードって俺こっからマジで意味が分かんないんだけどで下もなんかヒント書いてるねエキストコースコースから出れってこと待って全然意味分かんないえちょっとコースから出てみるよ多分こういうことでしょこれでなんか変わるみたいな変わるわけねえだろコースを出て一旦最初からやり直すことによって罠が変わってるみたいなそういうことなんかなそれだったらめっちゃすごくないいや何も変わってなさそうな気がするさっきと一緒だもんねこのパウあはいはいはいこのパウでこの扉に戻ればいいんじゃないそしたら先に進めるルートができてるみたいななるほどねそういうことかでこのクッパクラウンで右のブロックを壊して先に進めみたいななかなか手の込んだことをやってくれるじゃないかワゴンさんよもうちょっとオートスクロール早いでもいいよこの先は何があるんだろうなそろそろチェックポイントがあってもいいと思うんだけど NO え待った右にもなんかあるよいやこれは右下になんかあるパターンだ頼む何もないじゃねえかあのさみんなもマジで探しててくんない全然わかんないんだよなこの場所はもう行くところがないあこの上とかそこは行くんでるもしかしてこの土管に入れるみたいないやそんなことはないよな反対向きだもんあんな土管に入れるのはもうバグというレベルじゃないねチートだよチートちょっともう一回ヒント見てっていいこの先のヒントで何か見逃しがあったかもしんない確かロングレベルコードコースエキストだったっけあのコードっていうのがすごく怪しいんだけどコードって言ったら暗号っていう意味じゃん確か砲台とブラパがたくさんいたんだけどでコインが 1,2,3,4 枚あれがなんかヒントになってくるんじゃないこの先なんか使うみたいなただ砲台とブラパがあんなねえハテナブロックがあんなたくさんいた場所とかなかったもんなでエキストコースから出ろ
おい、ちょっと待って、制作者分かったかもしんないぞ、僕これね、サムネに2って書いてるじゃん。1をダウンロードしてるんだよね。これがなんかヒントになってるんじゃない？だってさ、Don't go here first、 これを最初にするなってことでしょ。だから1と2で何か繋がってる部分があるんだよ、きっと。それだったら相当すごくない？で、さっきのブラパのコードが必要になるみたいな、このコースで。おいおい、ちょっと待ってくれって。そんなことある？Hope you got the コード。なんだそれ。この Hope you got なんとかなんとかコードっていうのは意味わかんないんだけど、この先でコード入れろっていうことだよね。やっぱり。さっきのさ、このブラパの場所を叩いたらこの鍵が開くみたいな、多分そういうことなんじゃない？だからさっきの場所戻ろうか。ちょっと写真撮ってくるわ。で、一番左叩いても特に何もない。うわ、すごっ。1と2で繋がってんだ。そんなのわかるか。さあ、戻ってきたよ。ここで写真撮ろうか。携帯。早くフェイス ID 開いて。フェイス ID、 僕の顔だよ。なかなか開いてくんねえな。オッケーオッケーオッケー。で、ここで写真を撮りまくる。やべ、ビデオだった。オッケー、何枚か撮れました。多分ね、8枚ぐらい撮ったかもしれない。連打しまくってたら。この状態でさっきの場所戻ろう。さあ、ここでさっきのコード入れてみようか。左から2つ目、そして4つ目からの7つ目からの10個目なんだけど、これで鍵が手に入ったらマジですごくない？頼む、鍵よ。その鍵はやばいやつだって。こんな手に入れ方さ、僕求めてないんだって。来るな来るな、ニヤニヤしてんじゃねえ。面白いコースを作ってくれるね、本当に。じゃあ一番右最初に叩いてみる。そしたら壊れるということはないよな。で、2,4,7 個目が壊れるとか、頼む大根くん。おーしおしおし、じゃあ鍵手に入れたから、この鍵扉入っていこう。やったやった、中間ポイントじゃねえか。長かった一つ目の中間ポイントがさ、じゃあ下降りて、あー、ホラーちゃんこんなの。もうあのハラちゃん、ホラーちゃん、もうぶっ壊れてたよ。じゃあここは一番右に行けばいいのかな。じゃあ一番左から一番右にダッシュしていこう。それでこのハテナの中はコインか。コイン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 。ビビ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 。キノコ様。キノコを出すからの速攻キノコを取っていく。そしてこっから大ジャンプすれば上の土管に入れるっていう感じだね。そしてこれさっきのコースとこのコースどっちでクリアするんだろうな。ここも大ジャンプか。普通のジャンプではいけそうにないかな。怖いんだよなこの矢印。一旦それ信用してみようか。面白い。いや、まだめちゃめちゃ、もうやめてって、そういうの。なんかさっきの違うじゃんか。何よこのイカのあり方は。デブロス。まずイカを出しておこうか。で、イカが出た後に大ジャンプすれば先に進めるっていう感じでしょ。そんでこの剣を取っていく。で、チビになってツタに登っていくんだけど、このバネはなんだ。このバネの存在意義がわかんない。乗ってみる。一旦乗ってみようか。何の意味があるんだろうな。そしてちゃんとここね、お尻を周りを左向けておかなくちゃ先に進めないからさ。えい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 、わちゃい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 。ここはジャンプだ。誰よりもかっこよくジャンプで。さあ、ここのドアすげえ怪しすぎんだろ。あそこ行けないよ僕は。そうなってくると右側がすごい気になる。このブロックの中にはボム兵がいて、いや熱いよボム兵だけに。そのブロックを壊してく。唇ガサガサのマリーとチュッ。なら僕はもうドアに入っちゃうもんね。さあ、扉の先のオアシスの向こうへ。オアシスどころか地獄じゃねえか。何これ、どっちが動いてんの。なんか錯覚でさ、下のあれが動いてるように見えるんだよな、砲台が。でもドクロリフトが動いてるよね、きっと。これドクロリフトいつなくなんの。乗り続けたらいつか落ちるんじゃないの。これどうなってんだろう。ずっと乗ってれば右にいつか着くみたいな。一旦降りてみる。ドクロリフト見て、全然動いてない。動いてないドクロリフトって存在するんだな。そしてここはスーパーボールフラワーに乗ってロングレベル。うわ、またかよ。マジで。で、さっきのなんか2って書いてたサムネのコース戻るみたいな。で、ここはヒントになるんかな。すごい、こんなにコースを行き来するような騙しコース初めて見たかもしんない。で、ここがなんかヒントになってるっぽいな。あ、さっき見たね。ドッスンの左上のハリーの上にパウを乗せて土管に入れ。あー、なるほどね。いや、
あんなに面白いと思ってんのかこのコース、めちゃめちゃ鬼畜だな。こんなにコースを行き来するのやめてって。一発マリオ今日やめようかな。間違えた。パンブロックをこの針の上に乗せて右側にいってみる。そしたら土管があるんでしょ。Pスイッチを持ったタイミングで左押しっぱ、これで大丈夫なんじゃないか。なんかポン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 言ってるけど、どのタイミングで左押しっぱ。ここのタイミングでよかったのね。そんでPスイッチを押したらボム兵が今度こそ消えると思う。だからこの場所で置く。みんな一回だけ言わして。僕これまでずっと言わなかったんだけど、これ以上僕ね言葉に制限をかけちゃうとストレスが溜まりそうだから、一回だけ言わして。クソゲー。今のでストレスだいぶ飛びました。はい、じゃあここでね、Pスイッチを持ってボム兵の上でPスイッチを置けっていうことで、もうどこにいるかわかんねんだよな。ここでPスイッチを押したらボム兵が、あ、やっぱ壊れてくれたね。そんでこの上に行けばいいのか。いや、ここまで来てよかったかな。下に追っておけばよかった。Pスイッチがなくなったら左が実は正解ですっていうことはなさそうだ。さあ次の場面、やっと中間ポイント2か。中間ポイント2かこれ。いや本当に合ってる。スネークブロック何もしないで、今日はあなたを信用してるよ。ちょっと読んでいい？トロールイングイズアート。唇植物が多分ね、このチェックポイントがチェックポイント2の役割をしてくれてると思うんだよな。さっき1個目取ったじゃん、これで2個目だからそういう意味だと思う。いやこれ以上だったらマジで鬼畜じゃない。さっきのコースもチェックポイント2を取って、こっちのコースもチェックポイント2があるみたいな。このオープンブロックはなんだなんだってね。もうねバグりすぎなのよ。僕の頭バグっちゃうよそろそろマジで。こんな謎解きコースばっかりやらして、こんな鬼畜なコースばっかりやらしてさ、どうにかなりそうだよ僕。いやもはや無言。無言でやってくタイプ。今すごい動きしなかった下のブラパさ。叩いた瞬間にすぐ扉に入る。多分これでいいね。さあそろそろゴールがあってもいいよ。まだまだ長そうだな。矢印信用していいの？いや、トロールコースにおいて矢印なんか信用しない方がいい。だからあのバネの上に乗る。絶対そうだ。ペペペペなら左の方でジャンプだ。それで迎えに来てくれるんだろう。 OK なー、クロスを超えレッツゴー。じゃあどのタイミングでジャンプすればいいんだ。背面のジャンプ、オッケー。そしてここは右か左か、絶対どっちかがブラパとかそんな感じなんじゃない？オッケーナイス。めちゃめちゃ嬉しい。あの2分の1当てたの。まあ左がブラパかどうかは分かんないんだけど、そしてヒントって書いてんじゃねえか。頼む戻すだけは。みんな助けてくれ僕を。もうこれ以上あのコースに戻りたくないんだ。どこだよそれは。ザ・カギなんて知らねえよ。まあまあさっきのあの1コース目に戻ればわかるんだろうなきっと。そしてこっちはエキストコース。そんなの分かってんだ。さあ1コース目のコース戻ってきたよ。で1コース目のコースで針の文字って言ったらここしかないんだよな。多分ここになんかあるみたいだ。いやそんなの分かんねえって。いやでもさ、鍵手に入れるのはいいんだけど、この鍵を手に入れることによってなんか変わんの？なんか変わってるね、いろいろと。え、もうゴールがあっていいよ。いや本当にマジで切実に思う。これはチェックポイント1か1だよね。でこの先普通に右行ったらダメ。あ、ハラちゃん出てこないんだ。じゃあこれは、あ、さっきと一緒か。っていうことはこのままもうゴールまで連れてってくれるんじゃない。早く僕に早くゴールを見せておくれ。チェックポイントに。嘘。マジかよ。ってことはさ、さっきの2コース目のコースがあるじゃん、あれもチェックポイント2を取らなくちゃいけないとかそんな感じなんじゃない？うわ相当長い戦いになりそう。これ踏んでいいの？まあ怪しいね。何のような魚？あはじゃないのよ。なんで踏めんのよここ。じゃあさっきの靴を取って右に行けってことか。踏むからの右押しっぱ。そしてここでヒップドロップすれば先に滑るんだ。ここは右か上どっちだい。僕は右を信用してみるよ。おかしすぎるやろ。お前何よこれはさ、どこまで移動できんの？この2カ所しか移動できないのね。早く倒せ。じゃあこっから上に行けばいいのか。もうどこのブロックが貫通するか分かんないからなこのコース。もうほんとバグりすぎてるもん。てってってりってはいいんだけど、これ左上行っていい？大丈夫？なんか上ロングレベルって書いてるところなんじゃないの？そういうことですか？レベルロング。もういやもういや、これあれじゃん、さっきのところじゃん。あ、そうだよね。ってことはこっから右に行けば何か変わってるみたいな。頼む。
お、出た出た出た、またロングレベルか。まあでも今回早かったな。でドア、ああはいはいはい、分かった。あの場所みんな分かるかな。ちょっと一旦戻るね。多分こっちのコースの左下の方にドアがあるっていうことだと思うんだよね。いやマジで頭バグりそう。どうにかなっちゃうね。じゃあここはさっきと一緒かな。バネに乗って右にジャンプしていく。多分これでいいと思うんだけど、確かこの先さロングレベルっていうヒントがあっただけだと思うんだよね。多分こっからなんか変わってるよ。見てて、なんかツタが出てきた音が聞こえたね。オッケーオッケー、もうゴールでいいよ。何度も言うけどもうゴールではなさそうだな、この音楽はさ死に耐久が待ってんじゃないの。頼む、何もないで。何もねえじゃねえか本当にまあこんな死に耐久僕は簡単にクリアできるよ。見てて、一発でやってみせるよ。タンタンタン、死に耐久ベンチを舐めるな。多分ねここのドアだと思うんだけど、このドアに戻れば何か変わるみたいな。どこここ？え、なんか急に展開変わりすぎじゃない？この右上の土管に行けばいいのかな？え、すごっ。で、こっから中間ポイントはないみたいだな。なんか見たことあんな、これ。確か触れないっていうやつなんじゃない？だからここのキノコを取って無敵地下を利用して右ダッシュ。うまい。そんでここも、あ、なんか見たことあるな。なんか再利用してるこれ。で、このね、メガクッパの下には確か3個がいると思うんだけど、あ、やっぱいる。見えるかな、ちょっとだけ黄緑色のが動いてんだよな。最近似たようなコースしたね。そしてこのオンオフをすればいいと思うんだけど、こんなかはバネか。じゃあこのバネを持ってオンオフをしていく。危ないね。そんな罠には引っかかりませんよ、たまたまですけど。オンオフさせてくれないのかい。なあバネ、そこ邪魔だよバネ一回下降りようか。一回下降りてバネを持っていく。で、このバネを投げればいいのかな。そしたら、おいおい、ちょっと待ってくれ。なんだそれは。いや、熱い熱い熱い、全然全然全然引っかかってないよ。バネ、ここはボーナスステージだったね。最近この方のコースでさ、全く同じような罠ばかり出てきたからさ、多分ね、ほとんどの罠は回避できると思うんだよな、ここ。そんでこの鍵を取って扉に入れば、どうしよう。このハテナ叩いてみる。オッケー。そしてこの鍵を取って扉に入らせた。やったどうなる人をバカにするのも大概自然か。こっちの鍵扉か。多分あそこに戻ってくればブラパがやられて入れるようになるとか、そういうことだと思うんだよね。そんでさっき思ったんだけど、ここ渡れなかった、キノコなしで。キノコいらないのね別に。まあいいか、とりあえずこの花を倒して鍵をゲット。そんでこっちの扉じゃなかったね、右の扉に行こう。なんで？やっぱりさ、最初キノコなしでもこっち側に来ることができたわ。だからキノコが残ってるんだけど、この状態で一旦花を倒す、そして鍵を手に入れる。でキノコを取って無敵状態のまま右に行けば先に滑るんだ。オッケー。そしてこの先はなんかいるな、ガボンガン。何をしてくる、鉄球とか出してくるなよ頼む。なんかキノコ手に入れたね。でこのままチビになって行ってよかったのかな。多分当たらないでも行けたような気がするんだけど、この先は神様がいない。なあ神様、僕にゴールを早くください。壊れちゃうもう僕壊れちゃうよ。ロングレベルはもう見飽きたよ。この先は何があるんだい。ちょっとここ写真撮ってっていいかな。お願い、フェイス ID 早く開いて。フェイス ID 早く開かんかこんなに叫んでたら開くわけねえか。ちょっと待って、今から写真撮るわ。はい、 OK、 1枚撮れました。で戻って、いやまだヒントがあるかもしんないな。こっからやっぱ右にあるね。でエキストコースかもう疲れたわ今ね、コースを選択するときにピックアップっていう意味を調べたんだよね。そしたら拾うって出たから、この砲台の上で何かを拾えってことはさ、この USA キノコなんじゃない。多分ね、写真を見る限り雲っぽいのがあるんだけど、多分なんか変わって、あっあっ、ミー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 。一回やられたってことは次に花ちゃんが出てくるとか、そういうことなんじゃないのか。上に砲台がいないもんな、そういうことでしょ。分かってんだそんなことは。俺を騙そうったってそう簡単にはいかねえぞ。そしてここは雲を抜いてすぐ右を進歩。オーケー。そしてこのドアに入っていく。まだか、ゴールが長い。
何もしない。そしたらオンオフが開かない。ということは、ジャンプしてこうだ。よしよしよしまだ僕はいけないいけないね、どうやってやられないの、こういう新体験っていう感じで、ただ挟まれればいいだけ、なかなかやらせてくれたね。さーて、そろそろクリアしますか。ここはオンオフをして何もしないでいい。そうしたらリンクがたくさん減ってくるでしょう。どこ行った今どこ行った今、落ちたんかな。じゃあジャンプして取れってこと。オッケーオッケー。で爆弾で壊してあの土管に入っていけっていうことだと思うんだけど、この下もすごく怪しいな。大丈夫か。じゃあ土管を信用してってみるか。あの下がゴールとかそういうこと。なんか難しそうなんか来た。急にテクニックコースみたいなん来た。じゃあ普通にジャンプして右上のコインの場所まで行けってことか。カキ棒は踏まない。こっちのカキ棒は踏まないといけないな。じゃあ踏んでみる。そして難しそう。こことゆっくり行ってね。何もしてくるなよ。キュン、なんだってさっきからそのバグバー。今からもう壁は全部信用しないものとしよう。すべてすり抜けると思っておこう。壁はダメだよ。このコースは壁とか意味ないんだろうな。すべてすり抜けるんでしょ。もうこういう壁とかさ、全部すり抜けれるように作れるんじゃない、この方だったらさ。ボロングレベルね、もういいよ。次で最後でしょ。そろそろもう最後じゃないと。実はさ、ボロングレベルって書いててゴールっていう可能性ないかな。でこれどこ、ちょっと待ってね、写真撮らしてね。フェイス ID 今回はうまく開いてくれました。はい、写真撮ったね。ホールド 10S、 下を押したまんま10秒待てってことかな。どの場所でどの場所かさっきと全然わかんねえんだけど。あー、またここか。じゃあさっきのとこ戻るね。どこかわかんないけど、多分ね、場所としてはここで合ってると思う。下押し1波10秒、今487だから477まで待ってみるか。それまで何もなかなかったたここじゃないっていうことだと思ったんだけど、あったね。ごめんね、ちょっと噛んでしまった。いや、もうゴールあっていいよ。何回も言わせて。もうマジでゴールでいいんだって。なんて書いてるかわかんない。ランアウトフィニッシュ。終わりってこと。もう終わりってことかな。いや、ここゴールの場所なんじゃない。しかも中間ポイントまでくれてる。頼む、ゴールであって。いや見えたってゴールが。いやー、いや、まあまあ、でもさ、こっからだからね。もうゴールは目の前だよ。ただすごく怪しいなって思ってたのが、右側の土管、あいつは何なんだ。何もしてこないよな。隠しブロックとかこのゴールの手前にあるとか、そんなんじゃないよな。なんだ僕ら魚だった。あの雲の上に魚が出てきたっていうのは分かったから、じゃあ左の方でゴールできるんじゃない。もうそれ以外考えられないよな。やったーさあくっそ、なんでこんなに難しかったんだ。もうね、2コース分ぐらいあったんじゃない、今日トロールコース。相当時間かかったばい。ということで今日はね、一発マリオお休みしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオヤドカリということで、説明文にね、ヤドカリ外は危険、メットの中を進んでくださいって書いてるんだけど、やっぱりやっちゃうよな一発マリオ。ここでやるかやらないかがすごく大事になってくると思うんだよね、 YouTube って。それで人生が左右するみたいな。するわけねえだろそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.1%。 まあね、あれだけ長いトロールコースをやったから、今回の一発マリオはクリア率高めですね。なんでちゃちゃっとクリアしていこう。そして僕はお昼寝をしたいんだ。このヤドカリの中を進めっていうことだったね。ヤドカリじゃねえ、メットの中を進めっていうことだったけど、これも無理なんかな。あ、タイムがね、あ、タイムは10秒しかないのか。オッケーオッケー。じゃあまず速攻メットを踏んで、これやられないのかなマリオ。あ、あー、なるほど、はい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 、あのメットの真ん中を進んでいけってことね。いや、それさえ分かればもう簡単なんじゃないかな。このメットの中をどんどん進んでて、これが鍵なんかな。オッケー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 。話が違うじゃねえか。いや、おかしいやろ。メットの中を進んでってくださいって言って、メットの中を進んだらやられるみたいだ。多分さ、メットより先に行ったらダメなんかな。じゃあメットのちょっと後ろ側を行くようにして進んでってみようか。それでいけると思うんだけど、こっからちょっと、いやー、このトンカチがさ、マジで邪魔くさいね、多すぎる。いや、でもすごいアイデアだよなこれって。こん中を進んでいくコースなんで、よく考えたね。そしてこの後ろ側を進んでったら大丈夫ってことか。オッケーオッケー、多分これでゴールしたんじゃない。頼む、やったいや、ほんとこのママ様のコースって遊び心があってめちゃめちゃ楽しいね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。